詰まり気味だな。詰まり気味ですね。これメンテナンスしなきゃいかんな。どうも、サモリです。配管から漏れてる。圧力に耐えられなくて。メンテナンスしなきゃこれ爆発する。音も変な。やばい音がしてる。危ない。これは危ない。詰まった。汚れてるんですね。苔もついてるし、その圧力、そしてなんか漏れてる。これはメンテナンスしなきゃいかん。爆発する。ちょっと圧力下げるか。危ない、死ぬ。どうする、これ CO2 かなり焦げてますね。清掃します。おい、おや、硬えな。分解して、確かね、キッチンハイターでいいはずなんだよな。泡立たねえな。これぐらいで1日放置かな、半日放置かな。ブラッシングするか。これ手で触ると指紋が溶けちゃう。ブラッシングして、いや、頑固だな。頑固だ。取れんわ。ちょ、一回、水道で洗って。あんまり取れんかった。漬け込みます。半日放置。半日放置で、どこまで綺麗になるか。あ、これも入れるか。一晩経ちました。約12時間。なんか綺麗になってる。綺麗になってるぞ。すっかり、綺麗になった。これを水洗いして、これで大丈夫かな？うん。少しね、なんか、少し匂いが残ってるんですけど、多分大丈夫だと思う。あ、なんか漏れてるな。あれ、漏れてる。これじゃまずいぞ。なんだこれ。これまずいだろ、これ。あれ？もう二酸化炭素来てんの？あれ？もう二酸化炭素の時間？もう二酸化炭素の時間か、これ。こんないらん。こんなね、失敗です。完璧に失敗。もう二酸化炭素の時間だった。あれ？早いな。あれ？漏れてんのこれ。ちょっともう一度。パッキンが甘くなったか。あれ？あれ？完璧に。まず泡がひどい。いじってるうちにおかしくなった。あれ？泡がね、失敗かこれ。綺麗な泡が出ない。しばらく様子見ます。うん、だいぶ調整ができてきた。これはやばいな。パッキンから漏れてるか。あれ、二酸化炭素止まった。あれ、いや漏れてるな、横から。あれ、もう一回ちょっと見てみるか。パッキンのゴムが劣化したのかな。どうだ、これで。これでどうだ。あれ、
調整ほんと難しいなこれ。失敗かこれ。あーダメだな、やっぱりダメだ、横から漏れてる。なんでだ、パッキンが劣化した。これで、これで圧力が溜まって出ます。買わなきゃいかんのかこれ、新しいやつ。あ、今度は大丈夫そう、変に漏れてない。いや調整がむずいな。少し様子見ますよ。お、これはやっぱり横から漏れてるな。横から漏れてるけど、横からパッキンの隙間から漏れてる感じがしますよね。過去の経験からしばらく経てばうまく調子良くなる。今はどうかね。粒が全然でかい。これだけ粒が大きいとほとんど回らない、水槽の中に回らないで上に上がってるだけ。あれだな、様子見ます。二方向から泡が出るようになった。これは多分いい兆しだな。新しくできた穴から出る粒は小さい。結構舞ってるね、水槽の中舞ってます、細かいやつ。これはほっとけば良くなるかな。約ね 3時間半ぐらい経ったかな。3時間半ぐらい経って少しね改善したかな。粒々が、二酸化炭素の小さい粒が水槽内を流れてる感じがする。うん、これだけちっちゃかったら行き渡りますね、水槽内。まずまずメンテ成功だったんじゃないですかね。明日ぐらいにはさらに安定するかもしらん。うん、ということです。だいぶ良くなった。どん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 粒たちが水槽の中を舞ってる。新しいの買わなくてよかったな。どうなるかと思ったけど、これ大丈夫でしょう。今1秒間に 1,2,3,4 的に出てるな。うん、ちょっと CO2 も多めで、グロスのためにグロスも調子いいんですよ。 CO2 でした。ありがとうございました。